舞浜駅。舞浜駅は、千葉県浦安市舞浜にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本京葉線の駅である。駅番号は、樹齢7。京葉線の列車のほか、西船橋駅から、武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。ディズニーリゾートライン、リゾートゲートウェイステーションへの乗り換え駅となっている。当初は、西浦安という名称で計画されていた。 当時発行された東京ディズニーランドのガイドマップにも、西浦安駅、歌唱と記され、西浦安の名残は、若潮通りの正式名称である、千葉県道276号、西浦安停車場線に残っている。京葉線延伸開業の際に、駅名には、地元住民の意向を尊重する方針を、JR 東日本が出しており、浦安市による公募も行われている。 公募には、浦安西海岸、舞浜リゾートといった名称もあった。東京を除いたディズニーランド駅とすることで、千葉県、浦安市、TDR を経営、運営する、オリエンタルランド、アルック、JR 東日本館で了承が得られたが、ディズニー全般の半券を管理している、ウォルトディズニープロダクションに確認を行った結果、ディズニーランドとは関係を持たない、 駅前の商業施設などにディズニーランド駅前店というような名前が付く恐れがあり、例えば風俗店やパチンコ店などにディズニーランド駅前店有名称を使用されると夢を売ることを事業としているディズニーランドの印象が悪くなってしまうことからウォルトディズニープロダクションの了承を得ることができなかった。また、浦安西海岸舞浜リゾートの名称は 浦安市市に記載されているが、ディズニーランド駅の名称及び、ウォルトディズニープロダクションからの反対については、浦安市市に際されていない。最終的には、所在地の名を取って、舞浜駅に変更された。なお、舞浜の名称は、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミビーチ市に、ちなんでいる。舞、舞は、マイアミの、舞、浜、浜は、ビーチ、ビーチのは役。 砂浜、浜辺、砂は、ま、浜辺に由来する。2005年に開業した香港ディズニーランドリゾート、2016年に開業した上海ディズニーリゾートともに、最寄り駅には、ディズニー、中国語表記で、進む死にの名称が付けられている。島式ホーム一面二線を有する高架駅。高架下に駅舎を持つ。高架下には駅舎に隣接して、 JR 東日本グループの日本ホテルが運営するホテル、ホテルドリームゲート舞浜、ホテルドリームゲート舞浜ネックスが組み込まれている。直営駅で緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機などの設置駅。東京ディズニーリゾート、TDR の最寄り駅であるため、東京ディズニーランド、TDL と東京ディズニーシー、 TDS の開園、閉園時刻を中心に乗降客が多くなり、日によっては、駅のホームや車内が混雑し、入場規制が実施されることもある。また、駅の外には、他の駅に比べ大きめのスピーカーが設置されている。ウォルト・ディズニー・カンパニーや、オリエンタルランド、アルックとの協議で、駅舎の基本デザインを、アルックと共同で行い、当駅の駅員の制服はかつては、 JR 東日本標準の制服と異なる専用のものを採していたが、後に標準のものに戻されている。また、駅構内の広告は TDR やその公式スポンサーによる TDR 関連の広告のみに統一されている。開業時は改札からホームに通じる階段が2箇所、エスカレーターも上り専用が1本ずつであったが、改築後は4か所に増強した。 増設部分は2カ所ともエスカレーターが3本設置された。また、エレベーターは当初は改札口中央に1台設置だったが、2015年3月には定員30名のものが1台増設された。なお、当駅の南口は TDR とデッキで直結している。出店、JR 東日本、駅構内図、開業時から2004年6月13日までは、 発車ベルを使用していたが、2004年6月14日からは、ウォルトディズニーカンパニーの許諾のもと、近隣施設である東京ディズニーリゾートにちなんで、ディズニー関連発車メロディを導入した。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅南方には、東京ディズニーランド、TDL、徒歩4分と東京ディズニーシー、TDS、徒歩20分をはじめとして、 東京ディズニーリゾート TDR が広がっている。駅前には東京ディズニーリゾートウェルカムセンターがあり、チケットホテル関係のサービスが提供されている。そのすぐ南にイクスピアリ、ショッピングセンターやオリエンタルランド、アルック本社とディズニーリゾートラインリゾートゲートウェイ、ステーション駅、イクスピアリに隣接し、2階改札前のペデストリアンデッキで連絡している。が存在する。 また駅直結のホテルとして、ホテルドリームゲート舞浜が存在する。東京ディズニーランド入り口までの間にボンボヤージュが存在する。東京ディズニーシー入り口までの間に舞浜アンフィシアターが存在する。駅北方には、京葉線と並行して、国道三百五十七号、及び首都高速湾岸線が位置し、その舞浜入口、東京、横浜方面、西用、 入り口専用がある。北口には、浦安市、舞浜駅前行政サービスセンターが存在する。住宅地には、以下の各学校が存在する。以下は、距離から言うと厳密には、ディズニーリゾートラインの東京ディズニーシーステーション駅が、最寄りの施設であるが、ディズニーリゾートラインでは、同駅での TDR 街の施設への案内は行って、おらず、また、当駅から、 ディズニーリゾートライン経由で東京ディズニーシーステーション駅から徒歩タクシーなどで移動するよりも当駅から路線バスタクシーなどで移動した方が先切るため公式には舞浜が最寄り駅となっている。最寄りバス停留所は舞浜駅前となる。すべて東京ベーシティ交通が担当している。なお徒歩5分ほどの東京ディズニーランドバスターミナルからの路線バス。 高速バスの利用も可能である。また、舞浜駅前から東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルへの無料送迎バス、不定期運行がある。ディズニーリゾートクルーザーの車両で運行されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。